やーゴッドレイヤーよっしゃーバーストフィニッシュ。はいこんにちは、まあやチャンネル前原です。はい、今日はベイブレードの動画なんですけれども、こちら、はい、コロコロ1番8月号これにですね、なんとこの、初代スプリガン、うん、この、レジェンドバージョンがついてくるということで購入しました。はい、はい、こちらですね、スプリガン1番レイヤーって書いてありますね、はい、スプリガンレジェンドバージョンとも書いてありますけども、これ早速開けていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがスプリガン1番レイヤーですね。はい、はい、ということで、ちょっとダークグレーというかちょっとブラックな感じだね。裏はゴールなんだけどね。そうなんだね、こんな感じでございます。で、うちがもともと持ってたスプリガンのレイヤーこんな感じだね、はい、これはセットで最初に買ったセットのやつだね、うん、で、これもコロコロかなんかついてたんだっけ。違う、これはキャンペーンでなんか買った時についてきたんだよね。あ、そうだっけ。なんで中のゴールドレイヤーは一緒の感じだこれね。そうだね、うん、セットするのはスプレッドフュージョンでいきましょう。はい、デフォカだね。そうだね、デフォルトでございます。お、かっこいい。どうせなのでこのスプリガン1番とストームスプリガンとレジェンドスプリガンこれで対決させてみようか。はい、はい、じゃあ一緒にどれいきますか。パシスプリガン1番。じゃあパパはレジェンドでいくわ。あー、レジェンドいきなり3、2、1、オッケー。お、じゃあバース取ってください。やっぱりスプリガンは結構小さいね。おい、うん、蹴散らした。3、2、1、オッケー。あ、でもレジェンドも危ない、ちょっとプラついてる。スプリガンレジェンド対レジェンドスプリガン。あ、負ける、負けちゃった。3、2、1、オッケー。お、いい感じ。おー、ワンフィニッシュ。じゃあ僕はストームスプリガンナックリアナイト。はい、じゃあ僕はスプリガン1番スプレッドフュージョンだね。はい、3、2、1、オッケー。ストームスプリガンって結構バースされやすいからね。バランスだよね、うん、お、安定してる。スプリガンレジェンド安定してるよ。本当だ。ラバー、そしてプラスチック、やはりバランスはいい。え、やっぱりスタミナ負けしちゃうかな。おい、あー、スタミナ負けした。3、2、1、オッケー。斜めに行ったよ。あれ、両者ファースト久々。3、2、1、オッケー。おい、おい、もうちょっとだった。惜しかった。頑張れスプリガンレジェンド、かっこスプリガン1番。言いにくい。頑張れ勝利をもぎ取れ、もぎもぎ取れ。よっしゃー。では僕はレジェンドスプリガンの左回転。はい、3、2、1、オッケー。おっとおっと、よし、バーストフィニッシュ。素晴らしい。3、2、1、オッケー。またちょっと激しいダメージを食らってしまったが、はい、よし、これは危ない気がする。大丈夫か。大丈夫、バーストしないかな。あー、よし、3、2、1、おっと、よし、あ、惜しかったな今ので。オーバーフィニッシュを持ち込みたかった。ギリ壁に当たった。よし、なかなか強かったね。うん、じゃあごめん、今回の動画とちょっと関係ないんだけど、うん、これいきますわ。あれ、ジリオンゼウスエールサークル、これはなんか、ね、強いらしいんで。3、2、1、おっと、結構暴れてるよ。いけ、じゃあゴッドレイヤー、よっしゃー、バーストフィニッシュ。3、2、1、オッケー。おー、ラフィニッシュ。マジかよ。3、2、1、オッケー。いけ、今度こそいけ、ジリオン、ゼウス、君は神だ。バーストさせろ、君は神のはずだ。いけ、いけ、待ってるぞ。おい。はい、ということで今回はコロコロ1番8月号についてきたスプリガン1番レイヤーでバトルしてみた。できた。はい、ということで今日の動画面白かったなと聞いたなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回はどうでしょう。
最後勝ってくれ。スピガンレジェンド、スピガン、スピガンレジェンド、最後に頑張って。さあ、スタミナがきそう。レジェンドスピガン、お引き分け、引き分けということで今回以上でございます。バイバーイ。